日本の天皇陛下と最高のミニマリズムの形。これこそが真のミニマリズムだ。金も装飾もなく衝撃的な一枚だ。この謙虚さが美しいのだろう。写真は最低限のものしか置かれていないにも関わらず、部屋から美しさや気品が溢れていますと。そういったね、あの数々の声が上がってるんですよ。これは何に対しての声かと言いますと、実はあの2016年のお話なんですが、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン 副が日本を訪れたことがあるんですねでこの訪問、まあ、ただの国際交流以上の意味があったと言われてるんです。でその当時天皇陛下でありました、今現在の上皇后様が歴史的な会談を行われたんですね。でその際にお二人が会談を行われたその一室なんですよ。そのお写真が Facebook やその当時ツイッターでしたけども、まあ、そちらにアップされたんですね。それを見た世界各国の人々が、まあ賞賛の声を上げてると。 いうことなんですよねだからこのお写真ぜひ見ていただきたいんですけども本当にまシンプルあの花瓶一つしか置いていないそしてテーブルが一つとそしてあのもう一人通訳の方がね一人いらっしゃって周りには何にもないんですよこれが非常に美しく見えたということなんですよねそしてこの会談で副皇太子殿下は日本とサウジアラビアの友好関係を強調されました天皇陛下への深い敬愛を示されていて これは両国間間の関係ににとっって非常に重要な瞬間だったんですね。で、さらにこの会談の際に撮影された会談の写真がフェイスブックやツイッターを通じ全世界に広がり多くの人々から感銘と称賛の声も上がりましたではなぜサウジアラビアの副皇太子殿下は日本の天皇陛下を尊敬しているのかと、まあ、そういった疑問も浮かぶわけですけども実はまあ日本の皇室は1 5 0 0年以上の長い歴史を持つ 世界最古の王室と知られているわけですよねで、そして天皇陛下はエンペラーという最上位の称号を持っている唯一の人物だと言われていますこれは世界的に見ても非常にま特別だと言われているんですねしかし天皇陛下の素晴らしさというのは、まあ、その称号だけにはとどまらないんですよねでも例えばまあ東日本大震災の時天皇陛下は被災地を訪れられましたその際に 被災者の方々に直接声をかけられて、しかも一緒に膝を突き合わせ、お茶を飲み、お話をされるんですよねで。この姿勢が世界中の人々にも深い感動を与えたということなんですよ。まあ、この動画をご覧になった皆様、よろしかったらね、あのコメント欄に感想や、そしてまたグッドボタンこれ押していただけたら、ね、非常に私の励みにもなりますので、どうかよろしくお願いいたしますというところでございます。 そしてまた、なぜ天皇陛下はこんなにも世界中から尊敬されているのか。その理由は天皇陛下の人柄にもあるんですね。常に国民のことを思いやり、平和を願う姿勢。これが世界中の人々に響いているということなんですよ。また天皇陛下は国際的な場でも非常に謙虚な態度を保っていらっしゃいます。これは日本の文化や伝統を反映しているとも言えるんですよね。そして天皇陛下のこのような姿勢は、 国際社会での日本のイメージも高めていいるととうことなんですよ、まあ、さらに天皇陛下は国内外のさまざまなイベントや式典にも参加されていて日本の文化や歴史を世界に広める役割も果たされていますこれは日本のソフトパワーを高める上で非常に重要なことだともね言われてるんですよね。でその、まあ、先ほどご紹介しました副皇大使と、まあ、天皇陛下の会談なんですけども、まあ、その中の会話の一つがありまして。 復皇太子は8月31日から9月3日まで日本に滞在されました、まあ、その時に天皇陛下が「東日本大震災の際にお見舞いをいただきましたことに感謝いたします」と述べられた際に復皇太子は「それは我々の義務です日本は極めて重要なパートナーなので困っている時にはそばに寄り添うのが真の友人です」とそのように語ってらっしゃるんですよ、まあ、これはですねまあ一重に日本でいうところの「 困ってる時はお互い様だよと。とそういうね。あのなんか気持ちがね込められていますよね。だから、日本人の気持ちに結構近いものがあるのかなというね。そんな感じがいたしました。いや、これはね日本もね。やはりあちらの方が困ってる時にはいや助けてあげたいなという気持ちにもなりますよね。そしてまたですね。あの、facebook 上にまあ、そういった声も先ほどご紹介しましたけれども、さらにですね。この写真を見ると嬉しく感じる。 サウジアラビアの副皇太子がシルクやジュエリーなどの派手な装飾に頼らずともとても穏やかな気持ちで対談されていることが分かるからだ本当に素晴らしい場所だうるさくないシンプルな作りで大事な部分一点にまとめられている本当に日本らしいよとそのようにもね語っていらっしゃる方もいらっしゃいましたその副皇太子もその御所の雰囲気に触れられて皇室に対する尊敬の念をさらに深められたと言われているんですね。そんな中 日本は例外ですよと語っている方もいらっしゃるんですよで、外務省と宮内庁の関係者によりますと天皇との会見でのムハンマド副皇太子の言葉遣いと立ち振る舞いからも皇室に対する尊敬の念を感じたとおっしゃっているんですねしかしこれは、えー、副皇太子にとどまるものではないと言われているんですよで2009年からおよそ3年間 中サウジェ大使を務められた中村さんという方がいるんですがこの方はサウジの王族は日本の皇室に尊敬と強い関心を持ってますよと語ってるんですね。るんですね。アブドラ国王という方がいらっしゃいましてこの方が2005年8月から2015年1月まで在位を務められていてで日本からの要人を謁見する際中村さんは必ず出席されていたんです。で国王のの最初の発言は決まって、 天皇陛下はおお元気でおられますかとそういう質問がね投げかけられたと言われるんですよ。でその国王は皇太子時代の1998年10月に来日されまして天皇から宮中御参会のもてなしを受けているんですね。そしてこの時日本の皇室や天皇陛下によほどいい印象を抱いたのではないかと言われてるんですね。やはりあのー、天皇陛下今をね上皇后様ですけれどもあの物腰はやはりねいろんな人々の 心を掴むんではないかなと思いますよね。そしてまた長年、中米大使を務められましたバルダン・ビン・スルタン王子という方がいらっしゃいまして、その方が帰国後、国家安全保障会議での事務総長という重責ポストに就かれたんです。で、面会が極めて難しいことでも知られていて、しかしこの中村さんは2度ご自宅でお会いになっていると言うんですよね。で、イランとの水面下の交渉などを明かされていたと言うんですよ。 でこの時、その事務総長は「自分は通常外国の大使には会わないんだよと」と、まあ、そのようにねおっしゃっていて、まあ、日本は例外なんだとを語ってるんですよそして日本の皇室を、まあ、尊敬しているからなんだと、まあ、そのようにね述べられてるんですよでその、まあ、王子の立場になれば日本の皇族と一緒になる機会は、まあ、少なくはないでしょうね。しかししか2004年には、ブルネイ皇皇太太子子の結婚式で、で当時皇太子でありましたヒロノミヤ様と、 隣同士の席になりまして勘談をされてるということなんですねだから非常に良い,いご関係を結ばれているということなんですよまあ、それはひとえに上皇様が天皇陛下時代にいろいろと、ね、活動されてきたそれを積み重ねてきた結果まあそういう風うになったということですよねうん本当に素晴らしいなと思いますよはい、というわけで今回はですねまあ、日本の皇室についてお話しいたしましたけどもか皇室の方々 私たちにとって、まあ、遠い存在と、まあ、天の存在というかね、うんまあ、雲の上の存在というか、まあ、そんな感じなんですけども実はとても身近で、まあ、心温まるエピソードもね結構ありましたよね。なのでね、まあ、これからも今現在の天皇皇后両陛下もそしてまた愛子さまもいらっしゃいますけどもあの方々も非常にねなんか心温まるなという感じがいたします。なのでねこれからの活躍も大いに期待したいなと。 いう,うまでございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。